今日はですね、今ですね、朝の恒例の散歩で、マニラホテル出ましてね、ホテル近辺散策ということでね、世界遺産で有名なね、サン・オーガスチン教会ですかね、そちらの方までちょっと散歩してきました。まずね、ホテルを出てね、左の方に歩いていきますとね、インストラムロスというね、ゴルフ場ですね、ゴルフ場。過去1回プレイしたことあるんですけども、そこのゴルフ場の横を通りましてね、まっすぐ抜けて、で、左回っていったところかな。そこにね、いろんなね、教会やら、いろんなものがね、たくさん、歴史的産物がたくさんございましてね、そちらの方をね、朝の散歩ということで回ってまいりました。まあ、見るとこね、結構ありますよね。私も過去行ったことはあるんですけど、まあ、誰かと一緒に、行動するとね、なかなか自分の自由に思うままに回ることできないんですけど、一人だと時間がいくらでもありますからね、まあのんびりとね、午前中いっぱいかかりましたかね。まあ僕に言わせれば、あれだけね、結局しようったら、僕だったら一日では絶対難しいなと思っちゃいましたね。とにかくね、興味深い、サン・オーガスチンの住む、裏だったかな、そこに博物館みたいなものがございまして、そこもねぐるーっと回ったんです。そこの建物ね、入場するのに200ペソ本当に、あれだけでねたくさんいろいろあってね、200ペソっていうのは僕安いんじゃないかなと思ったりしましたね。はい、まあ、そんなわけで、午前中はね近辺散策ということでね、歴史的なフィリピンのね産物をいろいろと見させていただきました。さあ、今から出発です。5スターです。さあ、この道を左に行くと、ゴーストレートだと、サン・オーガスチン・チャーチね。さあ、世界遺産の一つ、今日はね、サン・オーガスチン・チャーチ行ってみようと思います。歩いて行けるということですから。Excuse me, where is San Augustin Church? Yes, sir. San Augustin Church. Church. Church? Yeah. San Augustin. San Augustin. San Augustin. Yeah. Are you on San Augustin? Over there? Huh? Left? Yes, yes.Go straight and left. Straight and this one, this is straight. Go straight? Yeah. Oh. Go straight and yes, straight and left. Okay, turn left. It's far, sir. You are walking only? Walking. Far? You can take 15 minutes. 15 minutes? Yes. Oh, thank you.さあ。サンオガスチンまでね、歩いてね、15分かな、歩いていきましょう。まっすぐ行って左台行ってますね。とりあえずね、朝の散歩です、私の恒例の。はい、さあ今日は金曜日、さあ今日の夜は盛り上がると思いますよ多分、バイクが多いですね本当にね、フィリピンも変わりました。バイクが本当に多い。これまっすぐ行けるんだろうか。あ、ここ渡るんかな。本当バイク多いな。やっぱりね、歩いていくっていうのがね珍しいらしいね。すごいバイクだこれは。本当に朝の通勤ラッシュかなこれ。とにかくね、多いね。渡りたいんだけど、勝手に渡っていいんだろうか、これ。ちょっとようわからんな、これ。さあ、朝の交通ラッシュ。はい。ほとんど皆さんね、バイクで通勤してるんでしょうね、これ。まあ、渋滞は確かにないからということだろうけど、まあ、昔の台湾みたいですわ、これ。本当に。本当にすごい。トライシクルも走ってるし。信号、
青になったら渡っていいんだろうか。これなんか怖いです。なんか知らんけど、まあ、勝手に渡ってますわ、これ。あかんのかな？こっちはダメだな、行けれねえな。朝の渋滞です。これは朝の渋滞。さあ、ここが有名な、もう、リサール公園かな、これ。まあ、とにかくマニラホテルのそばにはね、観光地が多いです。まあ、今回はね、旅というよりも旅行ですから、私の場合。はい。まあ、じっくりとね、観光していこうと思ってます。まあ、やっぱりムシムシするね。本当にね。いやー。朝から子供たちがね、はあ、あ、ゴルフ場だこれ、イントラムロスゴルフ場だこれ。あ、前プレーしたことあります、ここのゴルフ場で。あ、イントラムロスね。うわ、これ誰も歩いてないね正直言って何も知らない旅行者ぐらいでしょうかね、私みたいな。歩いてるのはほとんど人は歩いていません。左手がね、ゴルフ場です。インストラムスロスゴルフ場、ここでプレーしたことはあります、昔。はい。ああ、懐かしいですね。やってますね。今日金曜日だから、平日ゴルフですか。いいですね。確かね、ここでプレーした時はね、プレイヤー1人につきね、キャディーさんが2人つきましたね。3人でプレーしたんですね。で、各1人ずつキャディーさんつくじゃないですか。で、もう1人ね、傘持ちがつくんですよ、傘持ち。だから1人につき2人ずつつくんですね、キャディーさんが。キャディーっていうか、あ、それでなおかつリーダー的なね、あのキャディーっていうのが1人ついてね、3人でプレーした時、全部で何人だ、10人ですわ。10人の1つのパーティーになっちゃいますよね。それでね、プレーしたことあります、ここは。とにかくね、傘持ちっていうのはね、晴れの日は日傘になって、雨の日は雨傘になるという感じですね。はい。いやー、このゴルフ場も変わったんでしょうかね。懐かしいです。本当に。池もあるし、なんとなく、アップダウンが少なく、ね、本当にフラットな感じのゴルフ場に見えますね、こうやって外から見る限りでは。はい、また一回プレーしてみたいなとは思いました。教会の名前がね、どうも私の発音じゃうまく通じません。はい、サン・オーガスチンと思ったんですけど、言ってもね、通じないですね。ああ、でもゴルフは暑いだろうな、こちらのとこでやる分にはね。さあ、ここは何かな、ゴルフ場。これ歩いてるけど、これまあね、ネット環境がないからね、私今回ね Wi-Fi 持ってきてませんのでね、もう勘で歩くしかないんですよ。まあ、分からんことは人に聞くとアナログ方式でね回るしかないです。広いね、イントラムス。Excuse me. Where are San Augustine Church? Where? Where? San Augustine Church. Church. What? What? Be famous church. San Augustine. San Augustine. What place? What place? Maybe Manila Church near. Over there. Go straight there.Is there church, many church? Oh, thank you. まあ、大まかにこれ歩いてますけどね、これ本当に。
まあ Wi-Fi がないとこうですわ、本当に。まあ聞くしかないと、うん、まあこの方が早いけどね。まあ Wi-Fi やってね、スマホいじってたらね、それで時間が過ぎてっちゃうんですよね、私の場合。まあ一番アナログ方式も取り入れてね、ここで旅するっていうのがやっぱりね、一番効率いいかなと私は個人的には思ってます。はい、もう何をするにしてもね、本当に大変です。もうね、スマホいじるだけでね、1時間2時間あっという間に過ぎますからね。もう何のための旅行旅かわからなくなってしまいますから、私はとにかくね、もう聞けることはもうアナログ方式でね、聞いていくしかないと。またね、これ日本だったらね、そんなわけにはいかないんでしょうけどね、まあ多分誰に聞いてもわからないから、あのフィリピンだったらね、まあ結構、優しく答えてくれる人が多いって言いますかね、そういう国民性なんですよね。だからね、私もこうやって旅をアナログ方式でやってるわけですよね。だんだん人が増えてきました。はい、これがゴルフ場か。ここはなんだ、もう一回歩いて、朝の散歩、マニラの歴史を訪ねて歩きましょう。さあ、ちょっとね、空がね、雲行き怪しくなってきました。曇ってきました。朝あれだけ晴れていたのにね。まあマニラシーといえばマニラシーかな、ここは何でしょう。全く意味も分からずに歩いております。まあ、確かにこの辺りにはね、いろんな歴史的な産物が多いというふうにね、言われてるもんですから、まあ何かぶち当たるかなと。まあすいません、私のいつもの勝手気ままな、散歩でね。ここは何だ一体、よくわからないな、これは。おお、さあこうなってるんだ。あ、これが要塞か。なるほど、すごいね。へえ、たまには観光してみるもんですね。いろんなものがね、見えます。おお、鍵がね、すごいすごい。こちらからは出れないですね。うわー、すごい、こうなってんだ。はい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 、出れないか。とりあえずこんなところですね。あとは向こうには出れないんかな、これ。出れませんね。こちらはなんだ。ん？あ、こうなってるのね。へえ。まあ牢獄みたいな。意外と水は透明度があったりするけど、なんか変な色してますね。これが要塞か。なるほど。さあ、ここは初めて来るところです。ですのでね、ちょっとじっくり見ようかなと。やっぱりね、歩くとね、いろんなところ行けますから、本当にね、違いますわ。おう、上に登ってきたぞ。はあ、こんな感じですわ。はいはい、はあ、今あちらから歩いてきたんですね、私。この辺は歴史的なね、建物だとかね、そういったものがいっぱいあります。
まあ見どころはマニラの見どころ言ったらねこんな感じでしょうかね。本当に片やね高層ビルがね立ち並ぶと、すごいね国旗かなんか。今日はねいいですよ、金曜日ウィークデーだからね人が少ない、ゆっくり落ち着いてね見れますわ。こうやってね喋りながら歩けるのもね金曜日だからだと思いますよ。これもう土日になると人が大勢いるからねなかなかねそんなに大きい声で話しとれんっていうか、そんな感じします。今日はいい日だ。マニラホテルはね朝の散歩するには立地がいいと思いますよ私。KTV 巡りするんであればねエルミータマラってなると思うんですけど、こうやって歩いてみましてね、本当にリサール公園も近くにありますし、ここは何だろうな、まあ、人が大勢行くから釣られて歩いてってます。三茶語要塞とか言ってました。まあみんな観光客をね何とかしようという輩が多いと思うよ。これイントラムロス、スペイン語でね、壁の内側という意味らしいんですけどね、要するにね城壁でね周りが全部囲まれていてね、その中にある都市ということなんですよ ね、 建物。それでその中にはねもう有名どころではマニラ大聖堂だとかですね、サンアグスチン教会ですね、あとはもうサンチャゴ要塞かな、あれもねあったりするんですよ。今回はね、サンアグスティン教会ね、そこを目指してるんですけどね、私ね先ほどからサンオーガスチンとか言ってるんですけどね、10年前のガイドブックにはねそういう表記がございました。ですのでねなかなかサンオーガスチンと言っても通じないみたいです。サンアグスティンと言った方がいいみたいですね。どうもねマニラホテルもそうだったんだけど、結婚式がねやるのステータスらしいですよね。それでなおかつこのこれから行こうとしているサンアグスティン教会ですか、フィリピン人の方はここで結婚式挙げるのはね一つの夢だそうです。あとインストラムスロスの中にはですねおしゃれなねカフェとかねございますしね、あと貸し自転車もありましたよ。あれがあるとね結構回るのに楽じゃないかなと思いました。ここにレンタル自転車があると。カフェサフィア、カフェサフィアってはねコーヒーなんでしょうね、カフェであるから。今日はねフライデー金曜日だからね静かなんですよこれ。まあ土日になったらね観光客で、ただ日本人はいないですね今回の旅で、ビクトリアパティオビクトリアカフェです。To go there, the San Agustin, very far from here. No. You want, sir? No. それらしきところは来たんだけど、サンオーガスチンがわからん。歩いて探してますけどね、なかなかね、見つからないです。過去のね、記憶もね、もう10年前ですのでね、あまり当てになりません。もう確かこの辺りはね、今年の2023年4月ですか、来てるはずなんですよね。マニラ大聖堂、行きましたのでね、はい、この間来たとこです。マニラ大聖堂ですよ、あの建物が、はい、フィニッシュ。ホテル。Where is your hotel? Malate?No. Where? Manila Hotel. Oh, I believe. No. Yeah. Manila Hotel. Manila Hotel. Yeah. How much? Chinese? Sampai peso. Huh? Sampai. Sampai peso. Sampai who? I don't know. 300 peso. Oh, expensive. 200. Oh. 200 peso. You. How much?
マニラ大聖堂。この間来ました。誰と来たんだったかな。あ、そうちゃんと来た。さ、観光名物カレッサ。カレッサ。目の前がね、これマニラ博物館ですね、はい、マニラ博物館ミュージアムとか言ってましたね。あ、すごい人やね。急に雨が降ってきました。目の前、これレンタル自転車だね。レンタル電動式かな、これ。あ、レンタルでね、みんなQR コードで多分撮るんですよね、うん、おじさんはそういうの苦手ですから、まあパスですね、メトロバンクがあって、隣がサンオーガスティンチャーチで、これが博物館かな。フィニッシュ、フィニッシュ、うんうん、ここにレンタル自転車があると。目の前がチャーチ、こんな感じです。さあ、なんとか到着、世界遺産サンアグスティン教会ですね。バラク形式のね、教会になります。なんと10年ぶりに訪れました。本当に懐かしいです。ここがね、懺悔するところなんですよ。こちらね、ここ10年前に友達がね、2人、懺悔してました。ちょうど10年前ですわ。2013年2月、今でも覚えております。で、それにしてもね、カトリックというのはね、まあその懺悔すればね、悪いことやったものがチャラになるとかね、言う人いるんですけどね、実際どうなんでしょうね、そんな都合のいい話あるんでしょうかね。よくフィリピン通のね、日本人の人に教えてもらいましたね。本当に面白い話です。世界遺産サンアグスティン教会。サンアグスティン教会はミラで唯一の世界遺産に登録されている歴史的建造物です。1599年から1606年に建てられたフィリピン初のスペイン建築様式の教会で、石造りの教会としてはフィリピン最古。教会内はバロック風のインテリアで、パリから取り寄せられたシャンデリアやイタリア人アーティストによる壁画や祭壇を見ることができます。敷地内にはプライベートミュージアムが併設されていて、聖人を描いた巨大な油絵26枚をはじめ、スペイン移民の豪商ルイス・アラネタ氏のアンティーク調度品や植民地時代の芸術作品などが所蔵されています。館内には898年にスペイン軍がアメリカ軍に降伏を宣言した部屋や、刺繍が施されたカロサが収められている聖具室などがあります。16世紀のフィリピンがスペインの統治下にあった当時、スペイン人は主にフィリピンでのカトリック教の布教に注力していました。この使命の一環として、各地にカトリックの教会が建設されました。その中で注目すべき一つがサンアグスティン教会であり、現在の教会は3度目の建設となっています。初めて建設されたのは1571年で、ヤシの木と竹を使用していましたが、中国の海賊による1574年のマニラ侵攻で炎に焼かれ崩壊しました。2度目の建設では苦材を使用しましたが、1583年にろうそくの炎により再び崩壊しました。修道士たちは同じ失敗を繰り返さないため、3度目の建設では1586年に石を使うことを決定し、1607年に完成しました。石造りのバロック様式の教会サンアグスティン教会はフィリピン最古の教会で、ユネスコ世界遺産にも登録されています。この堅固な建物は16世紀17世紀に発生した大きな地震にも耐え、現在まで残っています。
サンアグスティン博物館。こちらの博物館は友と修道院と隣接していましたが、第二次世界大戦で教会は残りましたが、修道院は崩壊しました。そして現在では博物館となっています。もともとの修道院アウグスティヌス修道院は1565年にフィリピンに到着し、スペイン統治時代の1565年から1898年までの間に主にマニラで宣教活動を行いました。この時期には3156人のアウグスティヌス修道会員が活動し、ルソン島、セブ島、パナイ島、ネグロス島に約300の教会を建設しました。修道院は特に STO への献身があり、ニーニョ・デ・セブと聖母マリアへの信仰を育み、聖アウグスティヌスと他のアウグスティヌスの聖人への崇敬を促進しました。修道会は様々な聖人に捧げられ、例えば聖モニカは悲しみの母親の守護聖人、トレンティーノの聖ニコラスは煉獄の魂の守護者、サーグンの聖ヨハネは聖体の恋人、ビラノバの聖トマスは貧しい人々の父、そして聖リタカシアは不可能なことの守護者とされています。サンアグスティン博物館はフィリピンのマニラにある博物館であり、サンアグスティン修道院と隣接しています。この博物館はスペイン植民地時代の芸術や文化遺産を展示し、フィリピンの歴史と宗教の一端を伝える役割を果たしています。サンアグスティン博物館は1968年に開館しました。博物館の展示物はスペイン植民地時代の芸術品や宗教的な美術品、聖具、彫刻、絵画、装飾品などを含んでいます。これらの展示物はフィリピンのキリスト教化の過程やスペイン統治下での宗教的な影響を示すものです。また博物館ではフィリピン史に関する情報や展示物も提供されており、フィリピンの歴史と文化に関する理解を深めることができます。展示は英語とタガログ語の両方で解説されています。サンアグスティン博物館はフィリピンのマニラ市内にあり、観光客や学生、歴史や芸術に興味を持つ人々にとって人気のある場所です。博物館と修道院の組み合わせはフィリピンの歴史と宗教の貴重な遺産を体験する機会を提供しています。サンアグスティン博物館の訪問はフィリピンの文化と遺産についての理解を深めるための魅力的な活動になると思います。最後に、博物館の営業時間は午前8時から午後6時までです。昼の12時から1時は休憩時間となっております。入場料は200ペソ、日本円で約500円くらいでした。なお日曜日は午前中まで営業、そして突然休館日となることもあります。結婚式などが開催されると一般人は入場できなくなりますので、お気をつけください。もう広すぎて、これが限度、これ1日かかりますよ。これ全部見たら本当にもう半端じゃない、すごい、とにかくね広い。さすがマニラだね。やっぱり首都だけありますよね。ここはなんだこれ、本がいっぱいありますね、書籍が。なんかね、あまりにも広すぎるもんだからね、中で迷ってしまいました。どこが出口だったか、もうね、わけわからなくなってます。一通り回りました。次はね、この近辺また回ってね、ホテル帰って今度はプールでゆっくりのんびりしようかなと思います。はい、それでは行ってみましょう。最後までご視聴ありがとうございました。もし動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。Thank you for watching until the end. If you like the video, please subscribe to the channel.